のターン。強欲で金盤の壺を発動。1ミリも似てないぜ。あの声は無理だぞ。じゃあエクストラランダムで6枚除外。いいだろう。さあ、6枚除外することによってカードを2枚ドローするんだな。ああ、わりかしやばい感じで飛んだぜ。プレイマットが世代2個くらい違うぞ。若干若干世代錯誤、時代錯誤してるぞ。第一とりあえずジョーカーズストレートで、うん、ジョーカーズストレート強え強え。手札をコストを1枚捨てるんだな。手札を1枚捨てることによってデッキからなんか絵札モンスターいっぱいなんか出てくるやつ。まずはクイーンズナイトを特殊召喚、そして次にキングスナイトを手札に加えて召喚できる。何で処理は終了。さらにキングスナイトの効果が発動。もういいだろう。デッキからジャックスナイトを召喚するぜ。ジャックスナイト、うわ強っ。揃ったんだが、揃ったんだが、インペリアルバグアーを召喚。ほう、誰やねん。こいつをリリース。おう、現れろサイレントソードマン。おい、お前それ使っていいカードじゃねえだろ。このデッキに対していいぞ、持ってやれ。もう一人の僕のカードメタルなんで死んでしまうからメタルぜ。使っていいカードじゃねえだろあいつは。このデッキ相手にカード2枚セットは大変だ。サイレントソードマンじゃなくてサイレントマジシャン出せよ、どっちかっていうと。ドロースタンバイフェイズ。いや、表遊戯どっちも使ってる。メインフェーズ入るぜ。儀式の準備発動。儀式の準備の効果によってレベル7以下の儀式モンスターを手札に加えるっていう効果なんかありますか。ゴーカーズワイルド。ああ、いいだろう。はい、クイーン、ジャック、キング全てが記された魔法カードを墓地に送ってその効果を発動する。いいだろう。神速召喚を発動。神速召喚フィードにクイーン、ジャック、キングが全部いるときデッキからレベル10の闇属性以外の攻撃ハテナのモンスターを手札に加えそれを召喚することができる。バカな相棒、攻撃力ハテナ現れろ。3体のモンスターをリリース。何、神の召喚、イデオオシリスの天空竜。オシリスの天空。うわあ！やべえ。先ほどだ。うわあ！お前のターンは。バカな。始まったばかりだぜ。二ターン目ですでに神を召喚するだと。相棒、さすがのタクティクスだぜ。俺はこのカードの効果によってイリュージョンオブカオスを手札に加えるぜ。手札がないせいでオシリスの攻撃力がゼロ。あの表示やばすぎやろ。まあでも言うてあのモンスターは攻撃表示でモンスターが出てきた瞬間に爆発する効果を持っている。マジシャンズサルベーションの効果を発動。このカードの効果発動時の勝利として永遠の魂をセットできるという効果がある。どうする、バイバー。こんなゲボヤバ効果は止めるに決まってるぜ。サイレントソードマンの効果発動。何一気にして破壊する。ビリビリビリバコーン。しょうがねえ、俺はマジシャンズロットを召喚。マジシャンズロットの効果を発動。の効果がチェーン1、さらにオシレスの天空竜の効果がチェーン2で発動するぜ。強制発動だぜ。強制発動。モンスターを攻撃表示で召喚特殊召喚した場合、そのモンスターの攻撃力を2000ポイントダウンさせ、攻撃力が0以下になった場合そのモンスターは破壊される。ちなみに効果は通る。2の効果で爆破将来弾ブワー。魔法カードはサーチできる。黒の魔導陣を手札に加えさせてもらうぜ。黒の魔導陣を手札に加えて黒の魔導陣を発動。黒の魔導陣の効果によってデッキトップ3枚見る。この効果はもうあいつは止められない。指定の絆の効果を手札に加えるぜ。レベルが今レベルじゃない、攻撃力が今1500や。マジックカード切り裂かれし闇を発動。切り裂かれし闇の効果を発動し、さらにマジシャンズソウルズの効果を発動。マジシャンズソウルズの効果によってブラックマジシャンを墓地に送り、マジシャンズソウルズを墓地に送ってブラックマジシャンを特殊召喚するという方の効果を適用させるぜ。俺はブラックマジシャンを墓地に送り、ブラックマジシャンを特殊召喚。これが俺の切り札にして最強のしもべ、ブラックマジシャン。さらにブラックマジシャンが特殊召喚に成功した場合、黒の魔導陣の効果チェーン1、対象はそのサイレントソードマンとかいう劇的にやべえモンスター、
そのモンスターを対象取る、そのモンスターをゲームから除外してる。そしてカードを、チェーンリーの効果、カードを1枚どうする。そしてカードを1枚ドロー、対象取ったカードを1枚ゲームから除外していく。よし、これで劇的にやべえモンスター勝利した。危なすぎる。そして指定の絆発動、指定の絆の効果によって俺はデッキからブラックマジシャンガールを特殊召喚し、さらにブラックマジシャンガールの必殺技系カードブラックバーニングマジックをセットさせてもらう。よし、ブラックバーニングマジックは速攻魔法、ブラックバーニングマジックは速攻魔法だ。そしてイリュージョンオブカオスの効果を発動するぜ。イリュージョンオブカオスの効果はデッキから何らかのブラックマジシャン系のモンスターを持ってきて、合体竜ティマイオスを持ってきて、デッキトップにカードを手札を1枚置くっていう効果だぜ。合体竜ティマイオスの効果発動、黒の魔老人を墓地に送ることによって特殊召喚、そして合体竜ティマイオスの効果発動、合体竜ティマイオスとブラックマジシャンで融合召喚を行う。合体竜ティマイオスの効果にチェーンしたいです。お、なんだ、なんかありますか。はい、どうぞ。超電動派サンダーフォー。なんだその効果は。オシリスの電空竜が存在するとき、相手フィールドの表側表示モンスターをすべて破壊する。うっそ、いったいさブラックマジシャン、やるじゃねえか。クソ、すべてのモンスターが破壊されてしまった。これで俺やることがなくなっちゃった。俺ただを収容するしかねえ。エンドフェーズ時、墓地のジョーカーズストレートとジョーカーズワイルドの効果発動。いいだろう。戻して手札に加える。あ、いいだろう。クイーンとジャック、クイーンとジャックを戻して、手札に加える。バカな。オシリスの攻撃力は2000。ちょっと上がってるぜ。やるぜ。ドロー。ハイボー。これでオシリスのテンクールの攻撃力を3000ポイントに戻った。強いじゃん。反動は1枚ですよ。反動は1枚です。1000のオシリスじゃ大して相手負けずに。3000だ。今3000だけど、まずジョーカーズストレート発動。いいだろう。手札に来てしまったサイレントコードのレベル7を持ちる。なるほど。さっきと同じ動きをするから、もう効果は適当に処理していいか。いいだろう。もう全部出せ。とりあえず全部出していいぞ。ピン、ピング、ジャック。さあ、3体の絵札モンスターが特殊召喚された。さすがだぞ、相棒。行くぞ。ああ、ちなみに相打点ちょっと教えてもらっていいですか。10。はい。1600。はい。1500。はい。1900。全部受けます。全部受けます。もうね。6000ダメージ全部受けます。オッケー。そして俺は手札を1枚セットし、ああエンドフェイズ。あ、ジョーカーズストレートの効果。あよ。さっき墓地に送ったサイレントソードマンレベル7を再利用するためデッキに戻し、ああこいつを手札に加える。いいだろう。このターン。ドロー。スタンバイ。メインフェイズ。はい。もう一回作り直すしかねえようだな。ま、イリュージョンオブカオスの効果を発動。から手札に加えるぜ。マジシャンズロットを手札に加え、そして手札を1枚でキトップに置く。そしてマジシャンズロット召喚、マジシャンズロットの効果を発動。この瞬間オシリスの天空竜の効果が、あ、そうだな、チェーン1でチェーン2だぜ。これによって、まあいい、こんな雑魚モンスターは別にどっか行っていい。で爆殺、爆殺って魂のしもべだぜ。魂のしもべを手札に加える。そして魂のしもべを発動、魂のしもべの効果によって、はい、俺はジョーカーズワイルドを発動。あ、なんだ。金属召喚を再び発動する。アルカナトライアンフジョーカーを手札に加え、ほう、こいつをそのまま召喚する。ああ、クイーンとキングをこっちに送り、ああ召喚。ああ、でこれの処理は、あ、いいのかな。できるぜ。魂のしもべの効果でデッキトップにマジシャンズサルベーションを置くぜ。手札を1枚捨てて、捨てたカードと同じ種類の相手フィールドの手札フィールドに加えるツーカード。やばい。え、相手手札なんだ。あいつ手札なんや。とりあえず魂のしもべの効果発動。このカードをゲームから除外してカードを2枚ドローするぜ。2枚ドロー。マジシャンズソウルズの効果を発動。マジシャンズソウルズの効果によって俺はさらに再びブラックマジシャンを送ってコストとして、そしてマジシャンズソウルズを墓地に送ってブラックマジシャンを特殊召喚するという方の効果を選びたい。了解。別にチェーンはないで。そしてブラックマジシャンを特殊召喚、はい、ブラックマジシャン特殊召喚成功時、黒の魔導陣の効果チェーン1、切り裂かれし闇の効果チェーン2、チェーン1の対象はそのアルカナなんとか時間とかジョーカーだ。どっか行けお前。よし、ドロー。なんかやばい、魔法トラップをなんかぶっ破するみたいな効果なくなったな、これでギリギリ。よし、マジシャンズサルベーションの発動。マジシャンズサルベーションの効果で、効果発動時の処理として霊の魂をセットできる。よーし、だいぶ遅延行為したから、やっと盤面が整ってきた。あいつチェーンないんだったらマジでサルベーション先で発動するべきだったわ絶対。くそ、あいつブラックで使ってきやった、あのカード。うざいな。俺はこれでターンを終了するぜ。さあ、お前のターンだ。
エンドフェーズ時、うん、ジョーカーズワイルドの効果をいいだろう。キングスナイトを敵に戻して、うん、こいつを手札に変える。いいだろう。今惜しいですの天空流の攻撃力は2000。結構頑張って盤面復活してきたぞ。もう一度の爆発。きつい。じゃあ俺は手札からさらにジョーカーズストレートを発動。ああ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 。また並ぶんかい。並べられるから並べるぜ。めちゃくちゃ並ぶあのカード。どんだけモンスター並ぶ。デッキからクイーン、キング、ジャックを召喚する。お、ワンペア。カード名の違うこの3体のモンスターで。ほう。リンク召喚。おお、いいだろう。現れろ、新たなる力、アルカナエクストラジョーカー。何？アルカナエクストラジョーカー。このカードは、このカードとこのカードのリンク先にいるモンスターを対象とするモンスターの効果、魔法トラップが発動したとき、同じ種類の手札を捨て、その発動を無効にする。強い。あれだよ、あの融合体の方と同じような方法。そう、融合体の方をちょっと強くした効果。何？ちなみにカードが発動したときか。つまり、効果が止められないぜ。魔導陣の効果を止めることはできねえ。金の効果に不意味がない。小坂効果じゃねえか。あいつカードが発動した時って書いてるぜ。残念ながら効果の発動は止められない。気づいてた。バトルフェイント。いいだろう。エクストラで攻撃。よし、攻撃宣言時。攻撃宣言時。永遠の魂の効果発動。ブラックマリシャンを特殊召喚するという効果を発動するぜ。うん、よろしいか。よろしいしか選択肢がない。よし。ブラックマジシャンを墓地より特殊召喚。そしてブラックマジシャンが特殊召喚成功したことによって黒の魔導陣の効果チェーン1、チェーン2マジシャンサーベーションの効果、チェーン3切り裂かれしのみの効果発動。黒の魔導陣の効果対象はこのリンクモンスターだ。カードをまずとりあえず1枚ドローする。さらにマジシャンサルベーションの効果でブラックマジシャンガールを特殊召喚し、さらにチェーン1の勝利の効果、お前のエクストラジョーカーは除外させてもらう。ブラックマジシャンガールの守備力は、ブラックマジシャンガールの守備力が1700だ。リン2。おお、いいだろう。1枚セット。ああ、いいんだな、セットして。エンドフェイズ。ああ、エンドフェイズいいだろう。墓地のああ消化ストレートの効果を発動。いいだろう。墓地のキングを敵に戻して手札に戻します。で、それでターンエンドだが、エンドフェイズ時リバースカードオープン、速攻魔法ブラックバーニングマジック。フィールド上にブラックマジシャンとブラックマジシャンガールが存在する場合、相手フィールド上の全てのカードを破壊する。黙れ。うわー、待てな、神は魔法カードの効果を受けないのよ。その効果をが発動した後に墓地のマジシャンズロットの効果を発動。フィールド上のブラックマジシャンガールをリリースし、マジシャンズロットを手札に回収。よし、分からせてやることがやっとできるようだな。俺のターン、ドロー。マイフェイズ、メインフェイズ入るぞ。分からせてやるぜ。俺はマジシャンズロットを召喚。マジシャン愛されずに召喚できたようだな。2回ほど爆殺されたからな。マジの指示を手札に加えるぜ。幻想の見慣れ魔導士の効果発動。イリュージョンオブカオスを墓地に送ることによってこのモンスターを特殊召喚。で、特殊召喚成功時効果、ブラックマジシャンをサーチするぜ。これでブラックマジシャンをサーチしていく。2体のモンスターでオーバーレイ、そしてエクシーズ召喚。現れろ、幻想の黒魔導士。それはリファイティンリンクに実装されたカード。幻想の黒魔導士の効果発動。オーバーレイユニットを一つ使い、俺は手札よりブラックマジシャンを特殊召喚。ブラックマジシャンが特殊召喚に成功した場合、チェーン1マジシャンサルベーションの効果、チェーン2切り裂かす闇の効果を発動。カードを1枚ドローし、さらにブラックマジシャンガールを特殊召喚。そして俺は魔法使い族モンスターを含むモンスター3体でリンク召喚。現れろ、神聖魔皇后セレーネ。そしてセレーネがリンク召喚に成功した場合、なんかカウンターが魔法カードの数だけなんかいっぱい送られるけど、なんかちょっともう数えるのめんどくせえからいいわ。そしてカウンターを取り除くことによって3つ効果を発動。このモンスターのリンク先に墓地の魔法使い族モンスターを特殊召喚する。再び現れろ、ブラックマジシャン。さらに手札よりマジックカード黒魔術の秘技を発動。黒魔術の秘技によってブラックマジシャン1体で儀式召喚。現れろ、イリュージョンオブカオス。さらに永遠の魂の効果を発動。墓地のブラックマジシャンを特殊召喚。そして手札よりマジックカードティマイオスの魔力を発動。ブラックマジシャン1体で融合召喚を行う。現れろ、超魔導戦士マスターオブカオス。そしてマスターオブカオスが融合召喚に成功した場合、
墓地の光属性または闇属性のモンスター1体を特殊召喚できる。現れろブラックマジシャン。これがブラックマジシャン最強盤面バトル。全てのモンスターで貴様のライフポイントにダイレクトアタック。いろいろやることが多すぎてどうやって展開したら一番かっこいいか考えるのが大変だったぜ。